こんにちは、ルナです。今日は久しぶりに購入品の紹介をしたいと思います。はい、何の購入品かと言いますと、SHEINでの購入品を紹介したいと思います。実際にね、全部で22点で24,563円の購入品を実際に今から紹介していこうと思います。はい、では早速スタート。ではまず早速紹介していこうと思うんですけど、靴から紹介していこうと思います。靴は4足購入しました。こちらのローヒールのサンダルを購入しました。これはチャンキーヒールミュールサンダル、1653円でした。あ、でも割引されて1323円で購入しました。はい、このサンダル実際に私よく履いているんですけど、めちゃくちゃ履きやすいのと、あと靴ずれとかも全然しないですし、本当にね、足が華奢に見えて可愛いです。骨格ウェーブの方は足がね、こういう風に華奢に見える細いストラップとかの靴を履くといいらしいので、ちょっと参考にしてみてください。割引で1300円ってめちゃくちゃお得じゃない？そう、これはめっちゃ履いてる。私のアパレルブランドのフィオリリーの洋服とかにも合わせてルックで履いてるので、そう、こんな感じで華奢に見えるのですごい良かったです。1300円でこんだけ履き心地も良かったら本当大当たりだなと思いました。はい、で2足目も似てるんですけど、さっきのこっちの靴と違って真っ白の靴を買いました。これも私ね、やっぱ足を華奢に見せたいので、紐みたいな感じのストラップの結構ヒール低いサンダルを買いました。で、上から見るとここが台形になってて、すごい形も可愛いんですけど、履くときはちょっと足とかが引っかかって大変なんですけど、履いてみるとめちゃくちゃ可愛かったです。これもミニマリストチャンキーヒールミュール、2267円が1815円になってます。あのSHEINで載ってた画像も可愛かったんですけど、もう見た目通りのものが届いてすごい大満足です。で、こちらもルックで着てたので、ちょっとこういう風に合わせて履いたんですけど、本当にさ、1800円には見えない見た目だよね。高級感もあるし、そう、安い感じには見えないので、すごい良かったなぁと思いました。で、私アパレルの撮影とかが1ヶ月に何回かあるので、やっぱ靴はね、そのたんびに違うのを履いたりとか、合わせやすいものを頼んだりしてるので、SHEINはすごいもう大活躍してます、そのたんびに。で、3足目がクリアサンダルを買いました。このクリアサンダルがちょっと届いてみた感じ、すごいさ、グニャってなってるからわかると思うんだけど、ちょっとクリアの素材が薄くてペラペラな感じではあるんですが、1581円が1266円に。クリアミニマリストチャンキーマルス、あのね、これね、撮影で使う分にはすごい良かったです。やっぱクリアサンダルってすごい合わせやすいしなんですけど、高さが合ってないのか、ここの、なんか、なんだろう、ヒールの部分がちょっとおかしいのか、めちゃくちゃこけるっていうか、なんか、うまく歩けないので、撮影には良かったんですけど、なんか、歩くのが大変なんですよね。この普段使いとか、履いて、実際に歩くとか、いう時は、めちゃくちゃちょっと注意した方がいいかなと思います。なので、でも、デザインは可愛いです。こちらのちょっとヒール高めの靴、ミニマリストエスパドリル、3071円が2442円、ちょっとSHEINにしては高めの靴なんですけど、これを買ってみました。他のサンダルは良かったんですけど、これだけすごい小さくて、履いてみると、なんていうんだろう、なんか一昔前のちょっとギャル感すごかったので、想像となんか違ったなという感じで、まだ一回も履いておりません。スキニーとかに合わせるのは可愛いのかなと思います。はい、これで靴4足の紹介は以上です。はい、今回普通にね、沖縄旅行に行くので、たくさんこういう風に購入したんですけど、実際沖縄で
着たものを紹介します。こちらプレーンフリルトリムビキニ水着1302円ですごい安くて、でもめちゃくちゃ着心地も良くて可愛かったです。はい、もうこんな感じ。ハイウエストだし、お腹がちょっと見えるぐらいのデザインで、シンプルですごい良かったなと思います。ソリッド V ネックビキニの水着を買いました。こちら890円で、めちゃくちゃ安くって、すごって思ったんですけど、やっぱり安いなりにめちゃくちゃペラペラでしたね。パンツとかはまだいいんですけど、この裏のパッドがすごいちっちゃくって、わかるかな？パッドが小さくって、ちょっと泳いでいる時におっぱいが見えそうな感じだったので、室内の、部屋のプールでしか着てません。上半身だけの画像になってしまうんですけど、結構ね、胸元がガバッと開いてて、パッドがすごいちっちゃかったので、外のプールとか海とかに行く場合はちょっと、ペラペラすぎて厳しいかなっていう感じではありました。で、もう一着水着を購入したんですが、1500円が1200円になってる。ダルメシアンプリントカットアウトワンピースなんですが、なんかこれね、着てみると私全然似合わなくて、ちょっと、ん？っていう感じで、なんか変だったので着るのやめました。はい。ハズレでしたね、これは。お洋服の方も紹介します。お洋服もね、いっぱい買ったんですけど、宮古島に行った時にもうお洋服結構着たんですけど、こちら、こんな感じのミニワンピを買いました。ストライプシングルボタンフロントフリルヘムドレスのブルー&ホワイト XS を購入しました。1371円が1096円になってました。このね、ワンピースがすごい可愛くって、こんな感じで、1000円に見えないぐらい、見た目も可愛いし、なんか海に合ってるカラーで、すごい買ってよかったなと思いました。なんか生地も、さらっとした生地なんですけど、なんか安っぽく見えなくって、フリルのデザインの感じもいいし、私 V ネックが好きなので首元もしっかり開いててすごい可愛かったです。これめっちゃおすすめ。でもね、結構ミニ丈なのでやっぱり旅行先とかそういう暑いところで着るのおすすめです。海に行く直前とかこの下に水着着てとかでも可愛いと思います。これもさ、宮古島で着ようと思って買ったものなんですけど、花柄のキャミワンピを買いました。これが、もうさ、見てもらえばわかるんですけど、もうペラペラの生地。まあ、宮古島だし、夏だしいいかなと思って買いました。こちらが小花柄ハイスプリットキャミドレス XS を購入しました。889円が712円でした。これね、結構ペラペラな割に、形とか可愛かった。あのね、ここにスリットが入ってて足が結構チラ見えする感じで、そう、すごい可愛かったです。で、いろんな柄もあるみたいで、黄色、緑、ブルーもあるし、赤もあって、黒もあるので、めちゃくちゃ絡まり合っていいなって思いました。インスタにも載せてて、弟との写真の時に着てたやつなんですけど、なんかペラッと1枚なのに結構映えなワンピースでした。でもこれは完全に旅行先とかでしか着れないかな。なんかペラペラなので中水着着て着るのがいいかなみたいな。普段着では結構もうただの1枚の布なのでちょっと透けたりして大変かなと思いました。はい。もう一枚似た感じのペラッとしたワンピース。これはもうミニ、めっちゃミニを買いました。これね、私宮古島の時友達に貸してあげたんですけど、まあ宮古島だから着れるけど、こういう風に着ると胸元結構空いてるのと、めちゃくちゃミニだし、若干ピンクで、ちょっと透けちゃうので、これはもう、これとさっきのワンピースは完全に旅行用ワンピみたいな感じです。はい。で、こちらが小花柄ドレープベルトキャミドレス
899円、安すぎる。でこれも緑と赤があるらしい。でもこれもね、友達来てたけどすごい可愛かった。あのね、宮古島の YouTube で最後の方にちょっとナイトパーティーに行ったんですけど、その時に友達が来てました。でこれ私まだ着てないので、もうすぐまた沖縄に行くので、その時に着ようかなと思ってます。シャチャが洋服の上に乗って邪魔してきます。シャチャねー、シャチャもシャチャもシーの服着たいよ。シャチャパニ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 、舐められます。はい、で宮古島用のペラペラのなんかワンピースとかこんな感じで、今回私ね、トップスも結構買ったんですよ。これも宮古島で着ててめっちゃどこのって言われたトップスなんですけど、ピンクのミニ丈のトップスを買いました。こちらがフリルトリムリブニットカーディガン、1123円でした。あ、でも899円になってる。でこれ L サイズなんですけど、このミニ丈で結構お腹ががっつり見えます。なのでハイウエストとか、あと水着の上に着るので役立ったかなと思います。結構色鮮やかなピンクなので、なんかパッと顔がパッとして見えるのと、なんか程よいフリル感で女の子らしさもあって、すごい買ってよかったなと思いました。でも 1,2 回洗濯するともう結構縮んじゃって小さくなってきて、なのでまあさすが800円ではあるなとは思いましたけど、すごい買ってよかったなと思いました。はい、1420円が1136円になってた、ハニースポットソリッドドローストリングフロントクロップシャツ、長っ。こんな感じのシャツです。なんかここにこういうベルトみたいなのがついてて、下でクシュッと絞れるみたいな。着てる画像だとすごい可愛かったんですけど、私が着るとめちゃくちゃめっちゃ短くて、お腹がなんか異常に見える。最初から結構お腹がもうがっつり見えるんですけど、これを私はキュッと上にして着たかったんですけど、キュッて上にするともうブラジャーぐらい見えちゃって、そうなので、なんか着てないです。なんかこれはちょっとよく分かんなかった。こういう時もありますよね、やっぱ安いから。ミニの T シャツが好きでさ、いっぱい買ったんだけど、これもめっちゃミニで、でもさ、こう合わせるともうここがこっちアシンメトリーの丈になってて、これを多分こうやってウエストに巻きつけるんですけど、もう腕を上げるともうブラジャーが見えるぐらいここが短いんですよね。なので着られない。私のツイッターとかでめっちゃバズってた投稿があるんですけど、その投稿で紹介したトップスとパンツ、305リツイートもされてて、サイドスリットフレアヘムティーっていうトップスなんですけど、これがね555円だったんだけど、めちゃくちゃ良くて、で2枚目も買おうかなって思ってるぐらい、すごい形も綺麗で良かったので、皆さんもなんか T シャツ困ってる人いたらぜひ買ってみてください。で私はちょっとミニ丈でこれ小さそうだなと思ったので M サイズを購入しました。これに合わせて履いてるのがフックアイウォッシュドバギージーンズっていう、もうこれもさ言わずと知れためちゃくちゃ有名商品じゃないですか、シーンの。でこれが2574円が2000円になってて、これこのジーンズがめちゃくちゃ大当たりで、もう形も可愛いし、このねダボット感すごいね可愛いんですよ。でここのフックがこういう風にカチャッと止めれて、ウエストが調整できるので、そうなのでめちゃくちゃ良かったです。でさっきのそのサイドスリットフレアヘムティーと合わせるとめちゃくちゃ可愛かったです。はい、しかもさ上下でさ合わせてもさ2500円だよ。すごくない？シーンすごーって思いましたもん。めっちゃ可愛かった。はい、これはもう大正解です。ジーンズ普段履かない人でも骨格ウェーブの人でもなんか合うみたいな感じで書いてて、それで買ってみたら大当たりだったので、皆さんもぜひ購入してみてください。これまだね着てないんですけど、
ノットストラップフリルヘムギンガムドレス。これも沖縄で着ようと思ったロングのギンガムチェックのドレスなんですけど、このね、ここがリボンになってて、自分のなんか調整したいサイズ感でリボンでワンピースになります。これは絶対さ、めちゃくちゃ使いやすいと思うので。で、この前の宮古島時間なくて全然着れなかったから、次の宮古島でこれも着てインスタに載せようと思います。はい、これが2000円って安くない？で、あと購入したのが髪留め、ヘアピンみたいな麦わら帽子購入したんですけど、麦わら帽子をもう沖縄に忘れてきちゃって、この90円のね、この髪のクリップ買ったんですよ。でもめっちゃ使えた、全然いい。あと、もう一個ちょっと可愛めの293円のこの可愛いお花のクリップを買いました。でさ、なんかさ、間違いなのかこっち側にも鼻ついてる。なんか安いからちょっと作りが甘いんですけど、はい、めっちゃ可愛いです。これ200円だよ。ご飯前とかにパッとこういう風にできるように。で、結構大きいので緩めです。だけど全然いいね。そう、クリップはもうめちゃくちゃ使うので買ってみました。でも全然使用感もいいです。はい、こんな感じで全部で、めちゃ多かったね、全部で24,563円の購入品でした。ちょっとね、着てみたりしてないんですけど、もう結構前に購入して着てるものだったり、靴も結構履いてるものも多かったので、写真とかで紹介ちょっとしてしまったんですけど、シーンは20品買ったら外れが5個ぐらいかな、いつも。そう、結構全部ね、なんか当たりなんですよ。私、旅行とかの時にいろんな鮮やかな服を着たいなとか、都内で着れない服だったりとか、旅行先でしか着れない服をシーンとかで買ってるので、そういう用途で使うんだとしたらめちゃくちゃ当たりは多いと思います。そう、でも普段着とかでね、買おうと思ってるんだったらね、意外とあれだよね、当たりが難しいのかなと。あ、で忘れてました、今私が着てるこのトップスもシーンで買いました。こちらがコントラストフリルトリムパフスリーブ T シャツ、1453円でワンサイズです。これもさ、なんか首周りしっかり開いてて、このレースみたいなのが超可愛くて、しかも着やすいのでよく私は着てます。で、この下に履いてるシンプルワイドパンツっていう1669円のパンツなんですけど、全部がゴムで、これも下に履いてて、いや、めっちゃ楽。ポケットとかはついてないんですけど、マジでシンプルなワイドパンツです。楽ちんです。こちらも1669円で、なんか見てると、あ、これは外れだな、当たりだなっていうのが分かるようになってきて、シーンの買い物ちょっと楽しくなってきました。皆さんもちょっと参考にしてみて、シーンでまだ買い物したことないよって方はこれ見て私の当たりを買ってみてください。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。